はいどうも、北海道小樽市在住、大久保克也41歳です。よろしくお願いします。毎日9時に漫画、アニメ、映画の紹介動画どれか出しているんで、チャンネル登録よろしくお願いします。ということでですね、今回皆さんにご紹介したいアニメ作品、こちらの作品になっております。鉄血のオルフェンスということで、ガンダム作品ではあるけど、ガンダムだとかロボットとか全く興味がないという方にもぜひ見ていただきたい内容になってます。極論を言ってしまうと、別にガンダムが出てこなくてもめちゃくちゃ面白い作品になっていると思います。この作品は、不遇な環境下で生きる少年たちが自分たちの自由や権利を勝ち取るために行動を起こすんですが、世界中の大きな流れに巻き込まれていく中で、あがなっていく少年兵たちの群像劇と言っても過言ではない内容になってます。ということでですね、今回もさらっと触りだけご紹介していこうと思います。このアニメの世界では大戦争、厄災戦が終わった300年後の世界です。地球圏は治安維持組織であるギャラルホルンに統治されています。ギャラルホルンも長い平和によって当初の理念を忘れて腐敗しています。その結果、民衆に差別や貧困が蔓延してしまいます。生活苦による人身売買や貧困層の子供たちが過酷な状況下の中で労働をさせられているという現状になっています。そんな中、民間警備会社である CGS は火星の独立運動を支持するクーデリアの依頼で地球に向かう彼女の護衛を引き受けます。その準備をしている最中にクーデリアの存在を邪魔だと思っているギャラルホルンの攻撃を受けてしまい、社長や主力部隊である一軍と呼ばれる人たちがいるんですけど、全て少年兵で構成されている第3部隊に丸投げをして、大人たちが全員逃げてしまいます。そんな中、3番隊の隊長であるオルガは会社の動力炉として使っていた厄災戦時代のモビルスーツであるガンダムバルバトスを主人公の三日月に託すことによって、そのギャラルホルン部隊を撃退することに成功します。戦闘後、オルガは仲間たちの同意を得て大人たちにクーデターを起こすんですね。クーデターを起こしたことによって CGS という会社を乗っ取ります。そして乗っ取った会社を鉄火団と名付けて、クーデリアの護衛任務を自分たちで引き継ぐことになります。ここから鉄火団の少年たちの自由や権利、そして自分たちの居場所を勝ち取っていく行動が始まっていくんですけど、地球に着くまでの間もいろいろなことがあるんですね。そして地球に無事クーデリアを送り届けることはできるんですけど、地球についても世界情勢の大きな流れ、いろいろな組織の派閥間争いであるとか思想に巻き込まれて、それでも鉄火団が自分たちの本当の居場所を勝ち取るために世界の大きな流れと戦っていくというようなね、アニメになっています。本当に今のこの現実のね、社会の中でもですね、生まれる場所、育つ場所が違うだけでね、今でも本当に世界中では少年兵としてね、無理やりね、戦わされているような子供たちもたくさんいるっていう中で、いろいろなことを考えさせられるようなアニメになっていますんで、ぜひ皆さん見ていただけたらと思います。ということで、ね、今回も皆様の貴重なね、お時間を使って見ていただき、本当にありがとうございました。